新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症コビットナインティーンワクチンシノファームコビットナインティーンワクチンシノファームコビットナインティーンワクチンはビブプコーブとも呼ばれ中国の国営企業シノファーム社が開発した2種類の不活化ウイルスコビットナインティーンワクチンのうちの一つである2020年12月下旬アルゼンチンバーレーンエジプトモロッコパキスタン ペルー、アラブ首長国連邦で第3愛印象試験が行われ6万人以上が参加した。12月9日、UAE はビブプ公部が COVID-19 感染症に対して86%の有効性を示した第3章試験の中間結果を発表し、12月下旬にシノファームは内部分析で79%の有効性が示されたと発表した。 2021年5月にはワクチンを承認した世界保健機関が有効性を79%と推定した。ファイザー、バイオンテックコビット1 9ワクチンやモデルナメッセンジャー RNA-1273 のようなメッセンジャー RNA ワクチンは90%以上の高い有効性を示しているが、これらのワクチンは超低温冷凍庫と輸送車を必要とするため、 一部の国では流通上の課題となっている。ビブプコーブは通常の冷蔵温度で輸送、保存が可能である。ビブプコーブは第3小試験で開発が進められているナインティ1 9用不活化ウイルスワクチンであるコロナワッツや BBV-152 と同様のより伝統的な技術を共有している。ビブプコブはアジア、アフリカ、南米および欧州の一部の国では ワクチン接種キャンペーンに使用されていた。シノファームは2021年20億容量分のビブプコーブの生産を見込んでいる。シノファームによると2月21日までに合計で4300万回以上のワクチンが接種されたという。ビブプコーブは2021年5月7日にフーが欧米以外では初めて緊急使用を承認したワクチンとなっており、 新型コロナワクチンへの公平なアクセスを目指す国際的な枠組み、COVAX にも供給されているが、公用データが不足しているため、シノファームは中国国内及び他の様々な国でワクチンの配布を制限される可能性がある。シノファーム、北京生物製品研究所制のビブプコーブの予防接種証明書。2020年4月、中国は シノファームの北京生物製品研究所と武漢生物製品研究所が開発した COVID-19 ワクチン候補の臨床試験を承認した。いずれも科学的に不活化された COVID-19 の全ウイルスワクチンである。10月15日、北京生物学研究所はビブプ後部ワクチンの大アイアイ臨床試験を予備大2アイ臨床試験の結果を発表し、 ビブプコーブは2つの年齢層の全容量において安全性と忍広姿勢が確認された。すべてのワクチン接種者において42日目にサーズ株マイナス2に対する抗体が誘発された。これらの試験では60歳以上の高齢者が含まれていた。8月13日、武漢生物製品研究所は大愛称と 大通商の臨床試験の中間結果を発表した。報告書によると、不活化コビット19ワクチンは、有害反応の発生率が低く、免疫原性が確認されたが、安全性と有効性の長期的な評価には第スリー症試験が必要であるとしている。ビブプー部は、開発途上国の人々へのワクチン接種に有利な特性を持っている、可能性がある。ファイザー。 バイオンテックコビット19ワクチンやモデルナメッセンジャー RNA-1273 などのメッセンジャー RNA ワクチンは90%以上の高い有効性を示したがメッセンジャー RNA ワクチンは超低温冷凍庫や輸送車を必要とするなど一部の国では流通面で課題がある。対照的にビブプコーブは通常の冷蔵温度で輸送及び保管できる。 ファイザーとモデルナは新しいメッセンジャー RNA 技術を利用している開発メーカーであるがシノファームが使用している不活化ウイルス技術についてはメーカー各社は数十年の経験を持っているアフリカとアジア7月16日シノファームはアブダビに本拠を置く G42 ヘルスケア社と共同で UAE で3万1000人のボランティアを対象とした 第3小ワクチン試験を開始した。8月までにすべてのボランティアが1回目の接種を受け、数週間以内に2回目の接種を受けることになった。12月9日、UAE 保健予防省は、第3小試験の中間分析の結果、ベシーピー工部が COVID-19 感染症に対して86%の有効性を示したことを受けて、ベシーピー公部の正式登録を発表した。 同ワクチンは、中和抗体の血清転換率が99%、中等症及び重症の予防効果が100%であったという。9月2日、シノファームは、カサブランカ・トラバトで600人を対象とした第3アイ床試験を開始した。9月には、エジプトで1年間6000人を対象としたフェーズ3試験の登録を開始した。2020年8月、 シノファームはバーレーンで市民と住民ボランティア6000人を対象とした第3愛ン賞試験を開始した。11月のアップデートでは7700人が第3愛ン賞試験にボランティアとして参加した。また8月下旬、シノファームはヨルダンのプリンスハムザ病院で500名のボランティアを対象とした第3愛ン賞試験を開始した。 パキスタンでは、シノファームは、カラチ大学と協力して3000人のボランティアによるワクチン試験を開始した。南米9月10日、シノファームは、18歳から75歳までの合計6000人のワクチン接種を長期目標とする第3小試験をペルーで開始した。10月には、さらに6000人のボランティアを対象として、第3小試験が拡大された。1月26日、 ワクチン試験のプラセボ群のボランティアが死亡した。9月16日、アルゼンチンはエレアフェニックスラボラトリーを通じて3000人のボランティアを対象とした第3試験を開始した。シノファームのチャリーマン、ヤンショインは、同社が2021年1 0億容量を生産できる可能性があると述べている。10月、ドバイの G42 ヘルスケアは、シノファームと製造契約を結び、 UAE 及びその他の地域諸国にビブプコーブを提供し、UAE では2021年に7500万から1億容量を生産すると発表した。12月、エジプトはシノファームとエジプシャンホールディングカンパニー4バイオロジカルプロダクツバクシンズとの間で同ワクチンを現地で製造し、他のアフリカ諸国にも輸出することで合意したと発表した。 12月 AP 通信は、モロッコの最初のワクチンは中国から輸入されるが、同国はビブプコーブの現地生産も計画していると報じている。ビブプコーブを使用している国を緑色で表示している。2021年2月21日、シノファーム社によると、これまでのビブプコーブの接種回数は4300万回を超え、そのうち中国では3400万回以上。 残りは海外で接種されているという。中国ではシノファームが7月に英和を取得。10月には海外に留学する学生にワクチンを無料で提供した。12月30日、中国の国家薬品監督管理局はビブプコ部ブの一般使用を承認した。翌2021年2月、マカオは40万容量の最初の10万容量を東洋を受領した。 2020年9月14日、アラブ首長国連邦は、第3 i 中間試験の成功を受けて、第1戦で働く労働者向けのワクチンを承認した。11月には、ドバイの首長で副大統領兼首相のムハンマド・ビン、ラーシド・アール・マクトゥームラも接種した。同国は12月、中間分析の結果を検討した後、ビブプコ部ブを登録した。二千二十年十一月三日、 バーレーンは現場作業員に対するビブプ工部の緊急使用許可を与えた。同国のサルマン皇太子を含む複数の閣僚がワクチンを受けた。12月、バーレーン国民健康規制当局は有効率86%を示した第 3I 臨床試験のデータを引用してシノファームのワクチンを承認した。2020年12月、 パキスタンは120万容量のワクチンを購入し、2021年1月18日に緊急使用を承認し、2月2日に予防接種キャンペーンを開始させ、3月にはアリフ・アルビ、大統領とイムランカーン首相が接種した。2021年1月、カンボジアは中国が100万容量のワクチンを提供すると発表した。 カンボジア保健省は2月4日に緊急使用許可を与え、2月10日に第1バッジ60万容量分のワクチン接種キャンペーンを開始した。1月、イラクはビブプコーブの緊急使用を承認し、200万容量分の契約を結んだ。最初の5万容量が3月2日に到着した。1月、ヨルダンはビブプコーブの緊急使用を承認し、1月13日に ワクチン接種キャンペーンを開始した。1月、ラオスはビエンチャンの病院で医療従事者にビブプコーブのワクチン接種を開始し、2月初旬にはさらに30万容量を受領した。1月、スリランカは2月に到着する中国から寄贈された30万容量を受領すると述べた。2月、アフガニスタンは 中国からビブプコーブの40万容量分の接種を約束された。2月、ブルネイは中国から寄贈されたシノファームワクチンの最初のバッチを受け取った。2月、イランはビブプコーブの緊急使用を承認し、2月28日に25万回分の第一バッチを受領した。2月、モンゴルは中国からの30万容量の寄贈を受けた。2月、ネパールは ビブプ公部の緊急使用を承認し、助成金の支援を受けて50万容量を同国に持ち込む道を開いた。3月、レバノンはその要請により5万容量分の寄贈を受け、3月2日に緊急使用許可を付与した。4月、インドネシアはビブプ公部の緊急使用を承認した。2月、アルジェリアはビブプ公部の20万容量の寄贈を受けた。 エジプトは1月3日に規制当局の承認を受けたシンファームのワクチンを4000万容量購入する計画である。アブドゥル・ホトエル、シシ大統領は1月24日からのワクチン接種キャンペーンを発表した。モロッコはシノファームに4100万容量、アストラゼネカ社に2500万容量、合計6600万容量のワクチンを発注した。 モロッコは1月23日にビブプコーブの緊急使用許可を与え、1月27日に最初の50万回容量が到着した。2月、モザンビークではビブプコーブの20万容量の寄贈を受け、3月8日からワクチン接種を開始する予定であった。2月、ナミビアはビブプコーブ10万容量の寄贈を受けた。2月、 セネガルはダカールで20万容量を受領し、2月22日に医療従事者へのワクチン接種を開始した。2月、シエラ・レオネはビブプコーブの20万容量の寄贈を受けた。1月、セーシェルは UAE から贈与を受けた5万容量のワクチン接種を1月10日に開始すると発表した。世界初の集団免疫獲得を目指すとし 大統領のワベル・ラムカラワンラが摂取した。2月、ジンバブエは中国から寄贈された20万容量に加えて60万容量を購入し、2月18日から予防接種キャンペーンを開始した。2月24日、ジンバブエはさらに120万容量を優遇価格で購入した。2月、赤道ギニアは10万容量のビブプコーブを中国から寄贈され、 テオドロ・オビアン・ゲマ大統領が自ら接種した。ドミニカ共和国は76万8000のビブップ、コーブを発注した。3月、ドミニカ国は2万容量のビブップ、コーブを受け取り、3月4日から予防接種キャンペーンで使用を開始した。2月、アルゼンチンは2月26日に90万4000が到着するのに先立ち。 ビブプコーブの緊急使用を承認した。2月、ボリビアは2月に中国から寄贈された10万容量に加えて40万容量を購入し、2月26日から予防接種キャンペーンを開始した。3月、ガイアナは2万容量分のビブプコーブの寄贈を受けた。3月7日からワクチン接種が開始されることになった。1月、ペルーは ビブプコーブを3800万容量を購入した。ペルーは1月27日にビブプコーブの緊急承認を与え、2月9日に最初の30万回分の接種を開始し、大統領のフランシスコ・サガスティも接種した。3月、ベネズエラはビブプコーブを国内で使用することを承認し、3月2日に最初の50万容量が到着した。一月、 セルビアは100万要領を受領し、ヨーロッパで初めてビブプコーブを受け取った国となった。1月19日、セルビアはワクチンを承認し、ズラチバー・ロンカー保健大臣が最初の接種者となり、4月6日にはアレクサンダル・ブチッチ大統領も接種した。1月、ハンガリーは EU 加盟国として初めてビブプコーブを承認し、500万要領の契約に署名した。 2月16日に最初の55万容量がブダペストに到着し、2月24日に接種が開始された。オルバーン・ビクトル首相は2月28日にビブプコーブの接種を受けた。2月、北マケドニアはビブプコーブの20万容量に関する契約に署名し、同月下旬にワクチン接種プログラムを開始することを希望した。2月、ベラルーシは 10万容量のビブプコーブを寄贈された。3月3日、モンテネグロは3万容量のビブプコーブを寄贈された。モデルナ社の mRNA-1273、オックスフォードアストラゼネカ社の AZD-1222、ジョンソンエンドジョンソン社の AD26、株に s とは異なり、中国製ワクチンの安全性や有効性に関する公的な情報はほとんどない。 UAE はこのワクチンが COVID-19 の中等度及び重度の症例を予防するのに100%有効であることを示したシノファーム社の中間データ分析をレビューしたと述べたがレビューの中で症例データを独自に分析したかどうかは述べていない。シノファームがどのようにして結論を出したのかは不明でありビブプー部の承認に関する UAE の発表では プラセボ群とアクティブ群のコビット、ナインティーン症例数やボランティアの年齢などの詳細が明らかに欠けていた。オックスフォード大学の疫学者であるゼンミングチェンはワクチンがどの程度効果があるのかを伝えるのは難しい。それが本物であることを願う。と語った。ビブプ工部の安全性と有効性への信頼が国際的な展開を成功させるためには不可欠であるため、 公的なデータがないことは、シノファームが他の様々な国にワクチンを送ることを制限する可能性がある。チェンは他の国に追随してもらうためには、しっかりとした科学的根拠と精査可能な確固たるデータが必要だと述べている。2020年12月30日現在、同ワクチンの詳細な有効性データは一般に公開されていない。ジンは、 中国の最近の承認は、ビブプー部の信頼性を高める可能性があるが、世界市場でシェアを獲得するためには、より多くのデータが必要であると述べている。シノファームの幹部は、詳細なデータは後日発表され、中国や国際的な科学雑誌に掲載されると述べた。シノファームのウヨン・グリーン社長は、試験結果は、風の要件を超えていると述べたが、 上海の大手製薬会社の役員は、バーレーニやアラブ首長国連邦の医薬品、規制当局が、米国食品医薬品局と同じ基準を持たないだろうと期待し、試験に回帰的な見方を示した。2021年1月、フィリピン政府はコビットナインティーンワクチンの安全性への懸念に対する国民の迷いを認め、ビブプコーブに関する海外報道について、視力や、 味覚の喪失、血圧上昇など73項目の副作用を挙げてコメントした。政府は、シノファームが臨床試験や緊急使用を申請した場合、FDA は73件の副作用に関する報告書を含む全ての文書を慎重に審査すると述べた。2020年12月30日、フィリピンのデルフィン、ロレンザーナ国防長官はインタビューで、 少なくとも一人の大臣とロドリゴ・ドゥテルテ、大統領のボディーガードが密輸されたビブプコ部ブを提供された、起こったことは正当化されたと考えていると述べた。大統領警備隊の長であるヤソ・ドゥランテ淳章は、彼らが75歳で、COVID-19 に対して、非常に脆弱なドゥテルテに近い警備を提供するので、やむを得ないと感じ、 彼の部下の何人かにワクチンを接種させるために危険を犯したと述べた。ザ・マニラ・タイムズ氏の著者インミング・アベリアは FDA のエンリュケ・ドミンゴ局長は COVID-19 ワクチンのライセンスが発行されていないことを考えるとシノファームが消費者に害を及ぼす可能性があると信じるに足る理由があったが自己保身の観点から PSG 社を告発しないとコメントした。 翌2021年5月3日、未承認のシノファームのワクチンを、ドゥテルテ大統領は自ら接種した。2021年1月1日、毎日新聞は、日本の大手企業のオーナー数人を含む18人の富裕層が、2020年11月から、シノファームのワクチンを接種していると報じた。ワクチンは、中国共産党幹部に近い中国のコンサルタントが持ち込んだ。 在日中国大使館は、その後、日本のニュースメディアによる未検証の主張に不満を表明した。2021年2月、南米のペルーでは、元大統領のマルティン・ビスカラなど、計487人の政治家や官僚が、在任中に職権を利用して、承認前に、シノファームのワクチンを抜け駆け接種したことが分かって、閣僚が辞任するなどスキャンダルとなった。 2021年3月11日、国際オリンピック委員会会長のトーマス・バッハは、中国製ワクチンを IOC が購入して、東京オリンピック・パラリンピックに参加する選手や関係者に提供する考えを表明した。12日に、丸川玉横臨省は、我が国で中国のワクチンを中国の企業が承認申請しているかどうかについて私は、把握していないと述べ、 これに関して IOC は中国製ワクチンを承認している国、地域に提供先は限定されるとの見方を示した。ありがとうございます。